何でしょうか。はい、わかりました。先生、終わりました。はい、先ほど先生のお言葉の中に気になるものがありまして。ありがとうと、それが感謝の気持ちを表すもので、返答を求めるような言葉でないのは分かっています。ですが言われた側、私はどういう反応をすればよいのでしょうか。役に立つこと、感謝の気持ち、伝える、ありがとう、嬉しい。わかりました。どうも、お手数をおかけいたしました、ご主人様。ありがとうございました。ご主人様、はい、確かに食事をとる必要はありませんが、少しこの施設に興味がありましたので。そろそろ教室へ戻らせていただきます。失
礼いたします。なんでもないのよ、大丈夫。ご主人様、少々よろしいでしょうか。はい、一つご主人様に確認をしたいことがございまして。ご主人様はロボットがお嫌いなのですね。はい、失礼かとは思いましたが、昼休みの
生食堂に耳に入ってまいりました。申し訳ございません。嫌いでも結構です。私は与えられた命を正確に遂行するためだけの存在ですから。ただどうしてか確認をしてみたくなっただけです。余計なお手間を取らせてしまい申し訳ありませんでした。ではお先に失礼いたします。ご主人様、わかりました。ご主人様、どうかなさいましたか？お顔の色が優れないようですが。そうですか。あ、汗をおかきになっておられますね。少々お待ちください。主人様、はい、わかりました。ご主人様、では失礼します。いかがなされましたか？いかがなされましたか、ご主人様。先ほどから
お顔が赤くなっておられますが。もしや、お風邪をひかれてしまったのですか？ご主人様、ご主人様、トウツキさんは何をしているのですか？ご主人様、少しぐらいならよろしいのではないでしょうか。あ、はい。